デッドオアライブエクストリームビーナスバケーション。新任オーナー様、ようこそビーナス諸島へ。島に到着したらニキビーチの桟橋にお越しください。専任のスタッフよりオーナー業務とビーナスフェスのご説明をさせていただきます。ではお待ちしております。遅いな、フェス始まっちゃうよ。え、誰？あの、あなたがオーナーさん？あ、そのようこそビーナス諸島へ。私があなたのサポートを担当するミサキです。よろしくお願いします、オーナー。びっくりした。もう来てるなら声くらいかけてよね。でもよかった、お人よしそうな人で。改めて私は美咲、よろしく。あなたのサポート役、お世話係みたいなものかな。この島では先輩だから何でも聞いて。で、まあバイトなんだけど。じゃあ早速お仕事始めよっか。え、仕事の内容何も聞いてないの？はあ、もういい加減なんだから、あのグラさん。しょうがない、私が説明してあげる。もうすぐここビーナス諸島でビーナスフェスっていう超大きなフェスが開催されるの。オーナーのお仕事は参加する女の子たちをビーナスとして
思いっきり輝かせてあげること。そして巨万の富を手に入れ、この何もない島を一大リゾートに育てるの。と、まあざっくりそんな感じかな。詳しいことは後で説明するとして、まずはヴィーナスフェスにエントリーする女の子、あなたのパートナーを選びましょう。はい、これ、この島に招待されてる女の子たちのプロフィール、参考にしてね。選んだらどうするかって、もう決まってるでしょ。うん、オーナーはナンパとか得意なんて。でも真面目な話、ヴィーナスがいないと始まらないもんね。さて、オーナーも来てくれたことだし、美しさと強さの祭典、ヴィーナスフェス、開幕ね。一緒に頑張りましょうね、オーナー。じゃ、行ってらっしゃい。じゃあ始めよっか。もう一つ気をつけてね。エレナ様ったら、マリーのこと子供扱いして、この島にいる間遊んでいなさいって。マリーはエレナ様のサーバントなんだから、バカンスの間もお世話をするのがお仕事なのに。もうこうなったらマリー一人で大人のバカンス楽しんじゃうんだから。無理だと退屈だな。はあ、誰？あの、こんにちは。この島のオーナーさん？あの、マリーに何のご用ですか？ヴィーナスフェス？そんなお祭りやってるんだ。ヴィーナスか。このフェスで一番になって、マリーが大人だってエレナ様に証明するんだから。オーナーさん、マリーのお手伝いお願いしますね。じゃあ始めましょう。これを選んで。あ、オーナーさん、マリーに会いに来てくれたんですね。よくできました。これだよ。じゃあ頑張ってね。
I swear to God, could it be that you're looking at me flirty, stuck on my ex? 行くぞ。ちょっと待って。よいか。はい。はい。あたしが。それと。こっちだよ。あたしが。行きます。わかった？せーの、よっ、もう行くぞ。お願いさん。やったー。この調子。ストップ。ちょっと待って。ついでに。盛り上げるんだから見ててよね。行くぞ。勝ちです。やったね。お疲れ。あとは。さすがだね。そうそう。されてるんですよ。じゃあよろしくお願いしますね、オーナーさん。